そうですよと。寒いね。なんか今日寒いかも。あ、キジさんハートありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほー。いえ。あきもさん聞いた。ありがとう。ご飯食べた。今日ご飯食べた日なんですけど、割かしね。今日ご飯食べた日ですよ。田中の日さん、イケピーさんありがとう。西原さんハートありがとう。ちょっとテロップ書こう。あれ自分のユーザーネームこれで合ってるかな。まあいいや、多分合ってるでしょう。確認しとくか。うん、合ってる。こんばんは。そう、ご飯食べた。西安さんとしーきさんありがとう。アイスレモンさん、ゆきひらさんありがとう。西安さんありがとう。8位もう奥だ。いるな奥だ。見ないでください。普通に考えて。お、僕体公園行ってきた。お疲れ。僕体公園全部通うの。通うっていう目標なの。西山さん、ゆうゆうゆうさんありがとう。アルマサトリアさん、花束ありがとう。お皿洗おう。やだ、お皿洗うのもできない。お皿洗うのってさ、なんであんなにできないんだ。ハートもありがとうね。前髪が今日事件でさ、おかしいんですけど、もういっか。ハートありがとう。ゲーム、何のゲーム、何がのりさん、だるま、アルマサトリアさん、ハートありがとう。やっほー、ヤッホーですよ。ヤッホー。ゆいな、どういうこと、どういうこと。こんばんこんばん。ゆいなはもう見ないで、早くお風呂入って。セガのモチベ高まってます。それはもう来るしかないですよ、いろいろ。でも今さ、申し込めるものないんか。そっか。ゆいなのママですか。ママかもしれない。ママではないな。福さん、ケイトありがとう。やっほー。リベローさん、コンペイトありがとう。そうし、お風呂上がりなんですよ、こう見えて。でもお風呂上がりだけど、お風呂上がりなのにメイクをするっていう謎の人物。でもめっちゃ薄いけど、薄いな。え、なんか薄いんだけど。急に。いや、パパは違うよ。言える分取った。うん、もうやったもん。やったから。普通にやっほー、ハートありがとう。娘増やしてもいいんだよ。じゃあ3期は全員娘にしようかな。年下全員娘説。え、でもカスミンとか娘じゃないわ、さすがに。赤い手味ドキドキ。ゆうきひると自己演をしたの3月15日。いちごの日だから、やっぱいちごかもしれない。それはいちごを応援しに来る日かも。15日やけ。でもね、本当にね、ジュミさんと出れるの楽しみなんだ。そう、一回ね、東京の公演の時に一緒に出てたんだけど。そう、でもジュミさんと出れるの楽しみ。ミヤティさん、小林さん、サトリアさん、ミキミキさんありがとう。そう、ユイナとね、ポジションが一緒やけ出られんなんですよ、一緒に。今日メールでも同じようなこと送ったんだけど、そう、出られなくてね、悲しいんだよ。どう転んでもね、やめられない、一緒に出られないんで。キーラさん、ハート、あれはサトリアさん、ハートありがとう。僕隊で2つユニット。そう、僕隊は本来は1つなんですけど、なんだっけ、あれだから8人公演だから1人2つなんですよね。会いたくなったが、僕隊また申し込んだ。4、1が楽しい。嘘じゃん。嬉しいけど嘘じゃん。でも嬉しい、また。よろしく。3月15日かね。3月15日ってすぐじゃない。2週間後とかじゃない。やばですね。意外とすぐかも。
キーヌさんコンペイトありがとう、アレモスタリヒャーさん、ユキヒラさんありがとう、カスミ息子そういう問題、青木地さんハートありがとう、リキーヌさんハートありがとう。なんで今急にカスミンを何あげたかというと、ここで X を開いたらカスミンが一番上に出てきた。かわいい、かわいいな、カスミンってかわいいよね。リキーヌさんハート、クマさん、ケイタ、東京サンデーさんコンペイト、レーネさんコンペイト、クマさんありがとう。シンポジ練習ね、でもソロ墓地してもいいんじゃないって思います。頑張ります。クマさんだるまありがとう。そうジュミさんが出ますから、クマさんありがとう。かいわれさんハートありがとう。アルマサトヤさんハートありがとう。こんばんは、 Thank you。 ヒータンとヒーちゃんは娘絶対ない、それはなくておもろい。ヒータンとヒーちゃんだけは絶対に娘じゃない。弟たち、あ、おめでとうって言っといて。 LS さんコンペイトありがとう。最高の日、え、確かに3月15日最高の日、最高の日、サイコパスの日でもある。サイコパスといえば奥田優奈だよね。1号さんはボンブリ、ルーさんハートありがとう、こんばんは。ホワイトデーの準備、え、ホワイトデーね、え、ホワイトデーだね、確かに、やば、ホワイトデーじゃん、絶対さ MC ホワイトデーの話する気がした、来た、頑張ろう。ひまわり、え、私ひまわりでさめっちゃミスっちゃったんで、ミスったってか振りが飛んじゃって、この前の僕対公演映ってないかなって思ったら、全然映ってました。もう反省です。お台場ライブすごい、え、本当にお台場のライブはもうほんまにもう超楽しいって感じだから、もう絶対に来た方がいいと思います。もう絶対に来てほしい、お台場のライブは。5月のゴールデンウィーク、え、そう、その日は楽しい、あ、その日はね、その日はってことか、なるほどね。なるほどね。え、てかさ、お話し会あるよね、来週とか、早っ、え、今週、違う、え、うん、今週だったりしますか、お話し会。早ですね、やっほー、ハートありがとう。ゆうなんが配信始めた、かすみんかわいいよね。リエチがパセリさんに見える、え、リエチ見てみよう、リエチ、リエチと、リエチはどこかな、リエチパセリさんに似てなくない、おー、うーん、でも、似てない。なんかの辺さん、ハートありがとう。今日は眠そうではないね、寝たんですよ今日、寝て起き、なんか寝たっていうか、なんか寝ながら起きてたっていうか、パヤパヤしてたんですよ。なんか在庁員さん、あれはサッタリアさんありがとう。やっほー、東京行った時山梨に帰った、でもね、まあ期間がねあれだったら、1週間はないか、5日あったら帰りたいかな、4日はギリって感じ。誕生日、じゃあ来週、うん、じゃあ再来週かと。ボンジュール、やっほー、ゆいながサイコパスって言われた時、あれどういうことなの。いや、それはな、いつか放送するアベマの、アベマさんのやつを見たら1億人にバズ、え、明日1億人にバズれんのじゃん。でも同時視聴できないな明日。明日ってどんな予告、どれを何をするって予告出てるかね。明日かな、違うか、明日じゃないな多分。明日は何かね、ちょっと分かんなかったけど。でもそう、あのいつか放送されるであろうやつを見たら、あ、これはサイコパスやわってなるんよ、とにかく。聞いて、ののさんのね、昨日1年前の昨日は、そのななさんに会いに行ってたんですよ、ピースっていう投稿したんですよ。もうなんか本当に申し訳ない、もういつもねいいにしてくださるんですよ、それをななさんが。もう嬉しいけど、なんかもうごめんなさいっていう気持ちにもなるけど、嬉しいです。ホワイトで買わねば一応に、ね、おかしいよ、おかしいよ。もれもれさんコンペイトありがとう。沖大公園が主現場、いいですね、それは。コンペイトいっぱいや、ありがとう。ハートありがとう。お台場のライブたくさん見れちゃう、見れちゃうよ、お台場のライブね。もうほんまにちょっと絶対楽しい。でもその分レッスンさんがねいっぱいあって大変で、もう絶対追い詰められる未来が見えているんですけど、なんか最近ね、沖大公園とそのお台場のライブとみちゅさんの卒コン、この3つ
のレッスンがあってね、毎日なんかいろんな曲やりすぎてパニックって感じですよ。こんばんは。3月3日、あ、え、早いね。あ、じゃあしみさらさんに会えるじゃんか。しみさらさんにタンプレ渡したくてさ。僕隊です。僕隊ですか。フランサトレイさんハートありがとう。今週だわべな、フラワーフェスティバル。確かに早だね。お、チケ確保済み。天才、それはほんまに天才。日曜日オンラインだね。そうそうそう、こんばんは。やっほん。お財布さんとね、あ、ノーアーピーちゃんかな。ノーアーピーさんかな、うん。違うか、いちごちゃんかな。オッケーオッケー。インフメル、インフメルやばい。ファセリさん、ファセリさんのこと好きなんだよね。ファセリさんには秘密だよ。あ、そういうことか。まだか、何も何やるかすらも出てない。こんばんは、こんばんは。2月25日の通称体育で嬉しかった。え、そう、北沢ちょっと実はこんな、なんか陰キャ、陰キャですみたいな顔して、実はね、コミュ力高いねって言われるんですよ。そうなんですよ。こんばんは。聞きから、バレンタイングッズ届いた。お、嬉しい。バレンタイングッズか、赤だよね。あのめっちゃ赤いセーターか。この前の期待のアイドルなんてで見てた3期生が湧いたの、一番可愛い仕草の仕業だと感じた。この前の期待アイドルなんてで見てた3期生が湧いた。どういうこと、どういうこと。この前の僕隊公演で3期生が湧き散らかしてたの。どういうこと。え、でもね、なんかアイドルなんて呼ばないでは結構自由になんかポーズ取れるんですよ。ちゃんちゃんちゃんが3回ポーズされて、ちゃんちゃんちゃんで3期生がね、みんな見に来てくれるっていう話をしてて、でリエチは犬のポーズが、犬グズが好きだから犬のポーズがあって、でユイナは猫のポーズで、ヒーちゃんはウェイみたいなポーズがあるんですよ。やっけ、これをやるねって約束して、どうやったっけな、あ、ちゃんちゃんちゃん、じゃん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 ってやって、で最後はあの一番最後のポーズ決めてバイバイみたいなところはリエチの犬ポーズをしたの。でもね、リエチは気づいてくれたけど、ヒーちゃん気づいてくれなかった。ユイナほらありがとう。やっほー。そう、こじらせてる。そうだよ、もう、え、もう本当に早く会いたすぎて、もう発作が起きる。おからなおさんに合わない人生はもう厳しい。え、もうほんまにさ、あと少しでさ1年になっちゃうの。3月にさ重力シンパシー公演、岡田奈々さんの初日、重力シンパシー公演をね行ったきり会えてないの。もうほんまに会いたくてもう無理かも。そろそろ発作。トンさん、コンペイトありがとう。こんばん、こんばんは。生存確認できた、ありがとう。あ、私のおかげで、ありがとう。でも奈々さんのファンクラブをね見るのが私の楽しみですよ、最近の。それしかもう楽しみなんてないんですから。3月23日、お話し会取った。お、お話ししましょう。じゃあ1年前の写真、奈々さんっぽい。え、そんなことはない、絶対に。1年前の写真、あの髪めっちゃ短いやつか。全然違うよ。よろしくね、よろしくね。もち太郎さん結婚してありがとう。あれどこだ、あれ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 、どっか行っちゃった。あれ、ブーがない、ブーがない。あれ、あ、当たった当たった。契約違反なので短め、ごめんなさい。トンさんありがとう。タンプレ絶対渡して、え、もう本当に早く渡したい。もうだからもう普通に早く会いたい、好き。急に好き、しみさらさんのこと好き。3つもやって頭は、は、どういうこと、どういうこと。こんばんは、来ました、こんばんは。そうだよ、ではね、僕隊も1公演1公演良くなってると信じたいので頑張ります。リンゴさんありがとう。コンペイト、5年ぶりに友達と遊んだら無言気まずかった。いや気まず、それは5年って結構じゃない。5年、気まず、気まずいですね。え、3月30日って多いんかね。多いね。高松愛知のハートありがとう、おめでとうって言っとくね。
いっぱい話すことある。え、もう話そう、それはそれも話すしかないんですよ。いっぱい話そう。普通にパセリさんに告白しちゃいな。え、そんなことできませんよできないですよ。でもこの前しれっと手を握ってしまって、ちょっとセクハラだったかなと反省してます。ごめんなさい。原宿で話しかけ、そう、その今日ね、デカミちゃんさんがね、そのなんだっけ、なんだっけ、ポスト X のポストで、その見届け人をしてくださってるよ、見届け人をしてくださってる方は、その放送した後に1週間以内になんかベストメンバーみたいなのを毎回毎回選んでくれて、それを投稿してくださるんですよ、 X で。そう、それに選んでいただいて、今回の声かける企画のやつで嬉しい。初めてね、選んでもらったんですよ。私は12月ぐらいに始まった番組なんですけど、嬉しいです、ありがとうございますって思って、ちょっとリプ返して、あ、リポストしたよね、多分したんですけど、したよね、あれしてないかな、ちょっと見るね。あ、してますね。そう、これえ、そう、クロちゃんさんのさ、アイドルフェスさ、え、でもクロちゃんさんさいや、この前ね、ナーミョンとご飯食べたんですけど、クロちゃんさんにフォローされてるみたいな話をして、え、フォローされてないみたいなね。なんかクロちゃんさん、でもクロちゃんみんなのことフォローしてる、え、やっぱ私たちだけされてないってことって言って、もう悲しいからこれもネタにしようっていう話をして、やけね、今度 X に投稿するの、クロちゃんが私とナーミョンのことフォローしてくれませんてんてんてんっていうそう、だからそれを投稿するまで逆にフォローしてほしくないんですよ一応話してるひーちゃんが、なんだってなんて言ってるの、すがきさん、コンペットありがとう。25日の1月すごく3期の礼儀正しいと思った、本当礼儀正しかった。大輔さん、ハートありがとう。ケイトのマフラーと、あれも音符とかもありがとう。話そうね。そうだよ、今日リコちゃんの話でしょ。ナナさん、リコチさんの話、ナナさんが、え、どういうことナナさんがリコチさんの話してたってこと、どういうことリコチさんがナナさんの話してどういうこと、私がリコチさんとナナさん、もうわかんない。こんばんは、元気かな、元気だよ多分。でもブログ毎日更新してくださって本当に大好き。内緒のお話がある、エリとマスミの内緒のってこと直接会えたらどうする。え、もうなんかね、なんかもうこの前キョドって全然言えんかったけ、感謝を伝えるって決めてる。やっほー、メイル君ハートありがとうブーのやつあるよ、え、どこだっけ、あ、ここか東京ドームはね、桜坂さんのライブ、菅優香さんの卒業の時に行ったのが最後。高松愛知応援さん、スペースシャトル、ドムドムさん、ハートありがとう。こんばんは。イケピスさん、結婚してありがとう。契約違反なのでね小バスリさんにいただいたやつ、もうめっちゃさ、もうなんか大活躍してて気まずい。ちょっとしれっと手を握ってしまったんです、パセリさん、ごめんなさい。いいねしてきてありがとう。インプレッション数が上がるね、どういうこと券何枚でとかじゃない、いや、なんかね、コーンスープが差し入れであったんですよ。私コーンが本当に嫌い、匂いも無理で、コーンスープのとかも匂いが充満するじゃないですか、めっちゃ臭くて、ほんまに臭くて、なんかもうみんな飲んでたんですよ、周辺にいる3期も全員で。本当になんかもうテロですかみたいな、なんかもうコーンスープテロみたいなのが発生してて、はぁってなってて、そうで、近くに何も飲んでない人がね、パセリさんが何も飲んでなかった時、パセリさん助けてくださいよとか言ってね、しれっと手を握ってしまったんですよ。もうセクハラですよね、ごめんなさい。なんかさ、表参道にさ、なんだっけ、いちごサンドみたいな、なんか違う、なんかいちごのねお店があるらしいよ。
そう、なんかこの前原宿行った時に調べたんですよ、1号のなんかあるかなって。でも行けなかったんだけどね、そんなのもやってるみたい。 えてかストロベリーフェスティバル行けないんだけど、どうしよう。普通に、うわっ Thank you。 ストロベリーフェスティバル行きたいんだけど、いつまでだっけあれ。アグネスちゃんでしょ絶対それ。クロさん、フォローするシーンしないでしん。メールみたいなやつ撮ってないの。え、リコチさんの、あ、じゃあナナさんの撮ってるよ。え、今日見てない。え、確認しよう。それはそれは、ぐちき、え、任せて、北さん何でも聞いちゃうんだからね。そうだよ。フォロー欄見て、あ、気づいたの。友達教えてくれた。あ、そうなの。ちょっと見てみよう。あずゆの、そうそうそう、今日の声の MC でさっちが4年後に東京ドーム目標に してましたよ。いや、まあまあね、3期生最強なのでみんなで頑張りましょう。よくねそういう話するよ、みんな。なおさん、コンペイト、高野在住者、誰もありがとう。スラハさんに見られたら危なかった、命が危ないってこと。ごめんなさいスラハさん。でもパセリさんはスラハさんのものだから大丈夫。モルモルさん、あのひな祭りのやつ、おだいり様の方だったよね。めっちゃ おだいりさんにしか聞こえなくて気まずいんですけど、ありがとう。おだいり様になりましたか。え、取れたかな、スクショ。ありがとう。なっちゃんさんがさっきいちご味のチョコ食べて、え、なんで私にはくれないんですか。なっちゃんさん、え、なっちゃんさんのさ、お話し会の写真かな、投稿されてたさ、あつねえじゃない、あつねえじゃない、前田敦子さんのさ、あのマジスカの真似ですみたいなやつ、え、もう好きすぎていいねしちゃった。どうすればコーンスープに勝てるの。勝てません、嫌いです。でもリオさんもねコーンスープ苦手みたいでね、なんか一致団結したリオさんと、え、美味しくないよねって。そう、いちごのなんかいちごの店っていうか、なんていうの、なんかカフェ、うっち、なんかこれハートの毛糸、極みの手編み、わかんない、ありがとう。そう、いちごサンドだ、そうそうそう、ありがとう。不協音聞いた、オーバーチューン、いや不協音は、おーもうね、でも欅坂さん時代の東京ドームも行ったし、そうそう、3年後ぐらいにかな、3年後越しぐらい。あれもそうです、ハートいっぱいありがとう。なくなる、え、そうなの。宮城のカウノリさん、バラありがとう。そうだよ、おだいりさんじゃないですよ、おだいりさんはクルさんの推し面。え、見てみよう、なんだっけ、ブログかな。あれ、でもブログに載ってない。27日、今日って28日か。あ、そういうこと、あ、分かった分かった、理解した。え、どういうことどういうこと、その今日じゃなくて、奈々さんは今日じゃなくて1月の初めぐらいにリコチさんのことを載せたっていう話、それか。そう、なんかリコチさんにそれを話したよ。え、リコチさんがいたんですよ、めっちゃ可愛くてって話をしたけど、それかな。え、コツコツはねしてく、なんか席遠くて普通に無理だった。行ったことないんか、じゃあ STU で行きましょう。ハートありがとう、Thank you。 え、どれだっけな、でもこれアプリじゃないんか、あ、そっか、ヤッホン。そう、おだいりさん歌うまいんだよ、長い光だ歌ったんか。あ、で連絡が来ましたみたいな、いや連絡できんの、普通に最強マウントで泣きそう。STU で好きな曲を3曲教えてください。後悔なんかあるわけないはもう絶対に好きだし、え、でも今は本当に「そして僕は僕じゃなくなる」が大好きすぎて、「そして僕は僕じゃなくなる」が好き。あと1曲な、難しいな。え、でも無謀も好きだしな、うわむず、いやー、いいよ、みんないい選択肢。え、原点、うわ
え、でも無謀好き。原点、うわー、うわ、原点いいよね。原点でも踊れないよ。何かが終わるなら次、あ、もうやっぱ本当に踊れなくて草え、船折りもいいよね。いや、いいよね。いっぱいの水を、シュワ終わりかもね。アイムシュワかと思ったやっほー、大好きな人、大好きな人ってこと。でも大好きな人さ、結構なんかちょっとトラウマがあるんですよ大好きな人はね、なんか、あ、デカミちゃんさんがいいねしてくださった、私のリプに通知が来ました、嬉しい。なんだっけ、大好きな人か、そう、大好きな人、いや、息をする心もいいよね。大好きな人の話だよね。なんか大好きな人がね、そのカノンじゃないですか、大好きな人で、ここのここがカノンなんですよ。カノンだから順番にその人によってね、こう下げる順番があるんですけど、なんかもうそれがもうなんかトラウマで結構そのユメリンさんの卒業公演か、あ、公演じゃない、コンサートの時に、その結構ね、なんかこれがもうごちゃごちゃで、もう本当にもう覚えられなくて、もう覚えたいのに覚えられなくて、もうわーおーって感じでした。ビバハリケーン、わーおーって感じ。あ、あった、リコチさんから、あ、リコチからファンクラブ見てます、連絡が出てきてない、かわいいこういうね、平和なのがいいですよね。ハート押しとこ私も連絡したいな、 したくないな、したいけどしたくないな。無謀の衣装着たい、あの白いさ、ここつながってるやつ。大好きな人、え、大好きな人は普通にナナさんのことも、息をする心もナナさんのことも、なんかキモいか、ごめんね。大好きな人とか息をする心とか本当にナナさんのことを思うのが一番いいと思う。ナナさんハートありがとう。なんか北沢が、北沢はだけどねそう、でも本当に息をする心とか、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。でも本当に学生時代とかもう奈々さんのおかげで人生を生きてたところはあるから、本当に息、こことかはもう奈々さんのことを考えてるし、大好きな人の奈々さん、もう本当に幸せになってねって思ってますいいの、だけどいちごボード持ってたよ、知ってるよ知ってるよ。ヘタレ、いや、ヘタレも好きです。いや、ヘタレもね、めっちゃハマってるったんですよ最近。期待されてないってすごい楽なんだよね、あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい、頑張れって言葉って感じ。ヘタレでもフェスとかのイメージがあるよね、ヘタレやりたいな。ここいいよね、テレ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 テテレ。ナナさんってナナちゃんのこと、そう、でも私普通にさ、もうなんかもう8年ぐらいナナさんのことナナちゃんって呼んどったけさ、ナナさんってなんか気をつけないとちゃんとか呼んじゃいそうで本当にやばいんです。もうちゃんとか絶対やめてください、普通に先輩なんですけどみたいな。知ってるよ、だってもう発見したじゃん、いっぱい東京木体なんてもうね、発見どころの騒ぎじゃなかった。そう、ナナさんのね、僕は僕じゃなくなる。なんかマネージャーさんにこの前みんなで話してて、なんかやりたい曲みたいな話をしててね、僕、そして僕は僕じゃなくなる、やりたいんですよねって言ったら、まあ、あれは歌唱力選抜だからな、頑張るよって言われたペナイトの色、メタルのセリフ、あ、ヤシコも好きだよ、クロさん、クロちゃんさん、クロちゃんさんのクロフェスさ、本当にお待ちしておりますチェッチーさんかっこいい、ありがとう。海岸に見える街の明かりが美しく瞬いて見えるけど、どんな夜がささやいてるのか、ここがナナさんのパートか、どんな夜がささやいてるのか僕は知るすべない、それならいっそ今すぐにでも君のもとへ駆けつけたい、
桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろうたと勇気が舞い落ちようとも。そうでもひなさんのこともね大好きだからこんばんは、いつ会えるのかね、本当に会いたい、もういつの前に行っちゃうよって感じりこちさん、りこちさん連れてってくださいイベントにカナキ行ったら歌う、え、いいね、天才だよ、そういうの。ボイトレしてるの？ボイトレしてるよ。ボイトレはね結構あるよ、なんか新しい曲をやった時とか、そう僕対そうな、ナナさんの、あ、ナナさんじゃない、ユミリンさんの卒業公演も行く予定だったけどボイトレがあったけね、そう行けんかった、だからその日のボイトレはもう超集中してやりましたナナさんハートとコンペとありがとう、いい子ありがとう、意識してるだ、いやわかる、そう今日ね配信されとったから、成田小日奈さんがかわいいと思って見てました、なんか韓国のお話とかされとったね、そう好き、なんか日奈さんのさ歌声ってか、その僕は僕じゃなくなるの、あの桟橋から飛び込んでのところってすごい、なんかさなんて言ったらいいの、なんかもうなんか真日奈さんにしか絶対さ表現できんよ、あれすごいよね本当に。ナナさんの卒コンは出てません、こんばんは、こんばんは、ナナさんの卒コンはね普通に絶対に行こうと思ってたけど全然広島に住んじゃってたから行けませんでした。ひまわりいいなって思った、いやひまわりいいよ、風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている、弟子のこんばんは、こんばんは、青空に両手伸ばしているんだやっほー、でもひまわりね歌えないんだよね普通に、いや歌ってるんだけどいつも公演で、なんか誰かが歌っとったら歌えるんよ、いやでも一人じゃ歌えないんだよ、アニオさんお疲れ、ありがとう、お疲れ、やっほー、お疲れひまわりはね歌ってるけど歌えないの、誰かが歌ってないと歌えないの、なんか誰かのその音程に合わせるのはできるから、誰かに歌ってほしい、誰かが歌ってないと歌えないっていうか、なんか分かるかなこんばんは、めっちゃお腹鳴っちゃった、こんばんは、日暮らし？アカペラでかっこよかったの覚えてる？最初の曲？最初の曲なんだ？ドリーミングガールズ？なんだな、なんだ、なんだ？日暮らしね、でも日暮らしはほんまに歌がさ、上手じゃないとさ、できんのんじゃんか、その、わかる？私がなかなかなみたいな合ってないんだけど、こんばんは、こんばんは、スタジオに入ってさこさんの案内ならまひさんのパートが歌えるよ、スタジオさんはちょっと私にはちょっと荷が重すぎるというかでもね、なんかそうまたマネージャーさんと話してた時なんだけど、なんかどこのユニットっぽいですかねみたいな話をみんなでしとったんよ、で、でもなんかこの人はこれ、この人はこれみたいなの、なんかそのマネージャーさんがね言ってくるんやけど、四国やなって言われた。ゆういちさん結婚してありがとう、契約違反なのでごめんなさい、やっほー、今日も明日も北沢さんがおしめやったね、今日のメールのね最後に書いたから、ドリーミングガールズ、あ、そうドリーミングガールズ、ドリーミングガールズね、ドリーミングはドリーム、夢イングで、なんかあの現在進行形だよっていう、 Girls でね女の子たちって感じ、夢見る女の子たちだよみたいな曲なんですけど、いいよねあれはね、結構ハモりなんかあーみたいなところがあるんですけど、そこハモってたりとかして、ね、私ハモってないんですけどちなみにハモりがあったりとかしてね、すごいいいよね、わかる、リオさんの日暮らし、いやいいよね、でもリオさんってさ歌もできてダンスもできるけさね、なダンスはバッキバキの曲もさ、リオさん何やってもかっこいいじゃん、そのやってもいいし、歌がメインの曲やってもいいし、最強だよね、アイドルなんて言わないで、そうアイドルなんて言わないでやってるよ、四国っぽい、いやわかるわかるし、四国大好きなんですよ
私も四国大好き。なんかツアーの時もね、徳島県と愛媛県に行かせていただいたんですけど、四国じゃん、四国だし、その曲も四国の曲をねやったんですよ、夢をガラス瓶の中に。とあと、やばい、音忘れしちゃいました、ごめんなさい、タイトルが思い出せない、待って、もうやだ、大事なことをいつでも、え、やばい、タイトルどうする、ピーポーなんだけど、首ですかこれって、首ですね、はい、麦わら帽子、そう麦わら帽子かぶるんだよ、ひまわり、なんか農家の人みたいだよね他のみんなの衣装はなんか夏休みの子供って感じ。やはり四国に、そう四国、まひなさんいてさ、福田あかりさんもいるんですよ、こんばんは、いい環境ですね、新さんハートありがとう。しかもなんか北沢海ないとこで育ったわけさ、海大好きなの、あれかな、やるやん、やるやん、やばい、やるやろ、やるねん、これが強すぎるさっちひーちゃんの日暮らしもよかった、え、よかったね、リオさん見ててほしい、リオさん受験、え、リオさん受験さ、されとるやん、ナウで、ナウでやばい、今大事、なんかなんか終わったら頑張りましたねって言いたい。ゆいちさん結婚してありがとう、契約違反なのでごめんなさい。ゆりさんスペースシャトルありがとう、リノロイヤンケイトありがとう、ゆりさんハートありがとう。やばい、とりあえず今日もかわいい、やばい、土井のすずさんかわいい、ありがとう、このすごいねギフトを活用してておもろいかも、ありがとう。あ、海の色してか、そうです、ほんまに首になるか、首ですかね、本当になんかどう忘れしちゃった今、海の色を知ってるかだよ、そう、でもあれもめっちゃ難しくて、なんかちょっとバレエっぽい動きじゃん、海のことをみたいな、そう、ちょっと体が硬かって、今はもう硬いけどもっと硬かったからムズでした。スタジオさん、スタジオさんでもね、スタジオさんはね、そういうとこあるよねがさできる系さ、 SKE さんの、私あの曲めっちゃ好きなんですよ、だからスタジオさんの公演を見学した時に、え、この曲やってるのって思ってちょっと湧きました、一人、そうだよ、まひなさんとあかりさんがいる、あおいさんもいるよ、パパの推しメンそう、海の試験やけね、逆に海をね、あのあれだよね、今日涙の表面張力ね、かっこいいよね、 2.5 期さん、なんかもうレッスンの時からさ、もうかっこよすぎてみんなみたいな、山梨県なのに海がない、いや、うまくないのよ、山梨県は山がないなら分かる、海はないのよリアチュー頑張って、あ、普通にやめてください、リアチューは私の子供なので四国って背が高いメンバーが集まる、あずみんさんは、あ、言っちゃいけない言葉だったかな、汗汗、ジュミさんに怒られちゃいます、アルマサツリアさん誰もありがとうね、でも確かに結構卒業される方も多くてさ、人数も減ってきてしまっているから、ユニットもね、シュエリアさん、レインボーさんありがとう、どこのユニット入りたいとかあるの、え、ね、四国さんC っていうなら四国さんかな、でもスタジオさんは本当にちょっと私の技量ではさすがに無理ですってところありますし、うん、なんだろうな、でもチャートリさんとかもなんかもう恋は奇病中とかできません、私にはクシュンクシュンクシュンとかできないんですよしかもチャートリはトリップ、あのね、あの 旅じゃん、私引きこもりだし普通に無理かもしれないマイカーさんはでも、あーでもなんかなんかもうテンションの違いが起きちゃうから、あー怖いよみたいになりそうマイキューさんね、もうやっぱさバレエやっとった人やけさ、そうなんかリサ子にねそのツアーの時に海の色知ってるかのやつをね、そうやってもらった時しなやかすぎて焦った、表面張力ねしたいよいつか、キリキリさらが言えないよ、まあネモハモルーマーしますわ、じゃあスタジオさんでネモハモルーマーをやらせていただきます嘘です、ごめんなさい、そう近くに海があるってなんか新鮮な気分、なんかうん川しかないから
そう、山ある、山しかないからみんな、みんなそれ自分が来てほしいユニットじゃんね。両方入ったハッピーやばい。確かにもうそれ猫ミームなんよ。猫ミーム始まってるよ。四国か前川さんな気がする。沖さんに似てるのは関係なく、いや何も言ってらんないよ。え、なんかさ、いやわかんない、これは私のさ、私が自意識過剰なのかもしれないけど、なんか沖さんのファンミーティング、ファンミーティングでなんかその推しの話をしたみたいな情報をね仕入れたんですけど、本当にしました。え、でもなんかそのファンミーティングの内容は秘密ねみたいな感じだったっけ、その誰もさその言わんやん、やけなんか気になってちょっと睡眠時間は5分ぐらい削れてる毎日。さやかりんさんも引きこもりってことやっほー、マイカーさんのリーダーが空席、いや岡急に入ってきたやつがリーダーになる、おかしいやろでもナーピさんがいるんか、マイカーは。でもナーピさんもわーいって感じだもんね。スキムさんハートありがとう、 Thank you。 レックっていうこと、可愛いがコンプスのチャートリが似合う、ふんふん、可愛くないのって無理ですよ。 Which is which、 あ、Which is which ね、 Which is which、 Which is、 どっちを取るかでこんばんは、こんばん。でもなんかよく自主練しとったんですよ、あのツアーの時に。でツアーの時によく自主練してて、なんかその山口、あれ Which is which って山口でしたっけの時もね、なんか端でみんなが Which is which とかの練習してる横で一人で自主練よくしてたんですけど、 Which is which かっこよすぎて汗汗って感じ。ゆうちさんボンボリありがとう、やっほー、こんばん。鍛えられた、あ、そうなんや、やっほー、秘密なのに、秘密なのに、こんばんこんばん。え、でもなんかもうそんなこと言われたらもう気になってさ、ちょっと誰かこっそり教えてくださいって感じですこっそり教えてください、そのおきさんのこっそりね、私にだけ教えてください。え、そうだよ、サーヤンさんに話しかけた。今やって思って行きました。え、マイカー確かにね、パセリさんとかリコチさんがおる こんばんこんばん。でも私なんかリコチさんのなんか曲、曲やるときにリコチさんの、リコチさんがやってたポジションとかをやることがなんか多くて、めっちゃそう、その話をリコチさんにしたんや、やけね、じゃあもうリコチさんと、リコチさんってことみたいな、それは違うか。モリモリさんコンペートありがとう、こんばんこんばん。チャートリクルさんいる、いやそうなんよね、そんなこと言ったら全さ全ユニットそうなるんよぴょんぴょん結婚してありがとう、契約違反なので無理だよえ、でなんか前まひなさんとお話しした時にユニットとか配属あったらね一緒に活動できるね、四国だったらみたいな言ってくださってそんなんもう四国に入りたくなっちゃうじゃないですかって思って。つんさんとしみさらさん、いやそれはそう、スタジオはねつんさんとしみさらさんがおるんよ。それ言い出したらもう全部じゃん、もうグレンパサランさんハートありがとう。そう全ユニットにいる、それはそう。なんか清水梨紗子さんから LINE が送られてきました、見ますね。うわー、ファミ行けばよかった、確かに、こんばんこんばんは。うわっ清水、あ、なんかりさことね、私が好きなパンがあるんですよ、パン屋さんのね、めっちゃ美味しいパンがあってそれを食べたよっていう報告、いいな、食べたいなーって検診しとこ。こんばんは今夜イベントが多いイメージ、確かに助手席があざとモードになったら、いや確かに確かにそういうこと、え、てか、え、ってことはさ今週末の日野さんに会えるってこと、緊張してきたキモすぎる自分。元気だよ清水は、かんすけさんバラありがとう、ミニバードさん誰もありがとう、どこ入っても問題ない、はにゃそれで決めないで
パン、そう好きなパンがあるのよ。ナナさんハートありがとう。なんかもう最近はね、なんか頭が働かないんですよ、清水さんのせいで。今日も目腫れてるんだよね、実は。清水のせいでね、ちなみに。ちなみに、ね、ハートありがとう。Thank you。うわ、X さ、リポストしたいな。ちょっと待ってね。あ、みんながみんなのコメントも読んじゃおう。こんばんは、やっほー。待って待って、皆さんがもう愛が重たくなるタイプなの気がする。え、ごめん、私の方が絶対愛が重いから安心して。私の愛の重さ慣れないでください。え、ごめんけど本当にちょっとあの隠れ愛重人間なんですよ。隠れてはないか別に。愛めっちゃ重いですよ、もう。なんかどんぐらい重いかって言われたらもう、そうですね。そうですね、なんかもう私5億人分ぐらい重いです。褒めてまして、ファンが考えてるメンバーで。え、そうなの？ありがとう、こっそり教えてくれて。そう、褒めてくださってたの嬉しい。あ、なんかな、え、なんか似てるって言われるんですよ的な話をしたんかと思って。そう、なんか、え、なんだろうと思って。え、ありがとう、そんなこっそり教えてくれて。これ秘密だよ、みんな、こっそり、ガチで秘密だよ。こっそり教えてくれたんだから。え、嬉しい。ちょっとスクショしちゃおうかな。秘密だよ、でもみんな。あ、嬉しい、普通に嬉しいな。へへ、私いつもね、奥さんとも写真撮りたいんだけどね、撮れないの。チキっちゃう、なんかチキっちゃうんだよね。一回話しかけられたら結構いけるタイプなのかも。一回話しかけたことがある先輩だったらいけるんよ、結構、意外と。北沢さんはでも最初、初回がむずい。あー、もう、でもさ、卒業されちゃうやんか、悲しいよね。だから、え、待って、沖前公園行かなきゃ。急に梨紗子の韓国公園なんかかっこいい姿、ね、え、いちごにしてもらってって言われた。やばい、おもろ。梨紗子に服借りようかな。あ、めっちゃお腹鳴った。こんばんは、嬉しい、沖さん、ゆえちさん、なんだっけこれ、おひなさまのやつ、違う、ひな祭りのやつ、ありがとう。ミニバードさん、バラ、ありがとう。愛の思い出入り。はい、そうです。最後、手前、昔の林にいる清水って誰と聞かれる。いや、やばいよね、普通に。そんな時代が来たら清水、え、清水普通にさ、ショールーム映っちゃダメなんかな。あ、でも本人映りたくないか。いや、でも映りたいって言うんだったら全然映ってもらいますけど。普通愛が重い先輩他にもいるから。いや、なんか普通にもう STU で1、2を争うぐらいには普通に愛が重い気がする、自分は。ごめんけど、本当にだよ、分かってる。愛が重いのに1人にしてもらう。いや、私はそれぞれみんな、このあるじゃん、その関係性が1人ずつ、そういうことで。早く言って、何が。あ、奥さんに通じない、意外と似てない。いや、そうよ、似てないんだよ。なんかでも結構配信画面越しだと言われることが多いかな。画面越しやきえだよ、多分。じゃあ本物実物はそんな似てないんです。沖さんの方が可愛いに決まっとるが。でもさ、今さ、沖さんと髪の長さがさ、めっちゃ似てるんよ。で、なんかこの前なんか一緒のレッスンの時あったんですよ、沖さんと。で、そしたらその3期がなんか間違えて声かけそうになっちゃったって言ってた。危なかったって言ってた。間違えないでって感じで、沖に恋しちゃったかもしれない。そんな褒められたら恋しちゃうかもしれない。でも、なんかでも恋してるのは普通にまひなさんだから、これは内緒。ね、ツーショット撮りたいよね。こんばんは、エセナ行きたい。え、誰のことを一番目に愛してるのかを愛重選抜しよう。ハセイさんも愛が重いタイプ。いや、わかるよ、なんかわかるわ、なんかそう、なんか共鳴するよね、そういうのって。わかるんよ。ゆういちさん、ケイトの
ハートのやつありがとう。のべさんハートありがとう。愛重いですよ。ちなみに、ちなみに重いですよ。恋してる、そう、恋してるって言われたらそう、そうかもしれないもうでもクルさんはもうなんかもうクルさんは重い、重いんですか今日咳出るな、なんだろう。クルさんはね、でも私が好きでも好きじゃないから、クルさんはやっぱジュミさんとかと二人で幸せになるんだ。私なんかいらないんだ。ひーちゃんと仲良く暮らせばいいんだ恋大きい女、そう、恋大きい女、やばい、恋大きい女なんかね、いいもん、別に、別にいいもんね、いいもんね。ではね、クルさんの可愛いところ発表していい？私がめっちゃ「まひなさん大好き」って最近言っとったけね、クルさんが「わきてるでしょ！」って言ってきた。かわいいよね、秘密だよどれがいいですか？いや、どれがいいですか？全部です。そうだよ、クルさんはでもね、サチタンのことが好きだから、イチタンのことは好きじゃないから。イチタン、イチタンはね、クルさん、ヒビタンも好きだもんね、クルさんね、めっちゃ好きやと思う。いや、嘘だよ、嘘だよ来るさん、来るさんまあでも来るさんのことは大好きだよ、本当に、本当に大好き。でも3期の中で一番最初に私が大好きって言ってたもん。いいもん、みんなさ、みんなが言うより前に言ってたもん。ふん、だる。やっほー。でもクルさんさ、お出かけしようって言ってたのにさ、してくれないんですけど、おかしいな、これって、これってもしかして好きじゃないってこと？同じ？同じ？確かに一周して戻ってくる。そうだよね、クルさん待ってるよ、ずっとクルさんのこと待ってる。某4人で何か作ろうと画策。何、某4人って、どういうこと、どういうこと、某4人ってどういうこと、今日メールで送った4人、どういうこと、どういうこと8割構文8割ってそうなの、8割、そんな8割構文なの誰のことを一番目、誰のこと、なんか STU もさ、誰のこと一番愛してるやってたよ、ね、前誰のこと一番愛してるのさ、イントロのところできるんだよ。え、見て、みんな見て、なんかこの前ね、習得したのこれ手が一生回ってるように見えるやつ、ほら見て気持ち悪いやっほー、こんばんは、持って遊ばれてる、いいもん、いいもんね、そんなところも好きだよって感じですよね、それでも好きだよって感じですよ。アイオンさん、ケイトありがとう、こんばんは。ボイバロさん、スペシャットありがとう、リポありがとう。刺さりました、刺さ、え、刺さったの、ごめん、そんな、そんなつもりはなかったんですけど。平手さんも好き、好きだよ、でもキヤキは渡辺梨花さんが好き。え、そう、その話この前リコチさんとしたんだよね。え、可愛いですよねっつってあ、なんかアットマークの後ろになんかつけてくれてるじゃないですか、うん、いいですねいいですね、ありがとうございます。ハイパラさん、ケイトありがとう。私結構さ、ショールームのプロフィールとかさ、こう押したら、コメント押したら見れるやんけ、やっけ、見ちゃうんだよね。だからみんなが誰推しなのかとか見ちゃう。これも愛が重い女の行動ってこと？イッチーさん、ケイトありがとう。ハブミゾノさん好きだよ。なんか渡辺梨花さん推しだったよ、元はね。で、関由美子さんとハブミゾノさんも推してた。こんばんゴッティ、こんばんゴッティ、ゴッティだよ。リエチの取り合いは楽しかったです。あ、でもリエチはごめんなさい、私と結婚する、ごめんなさい。かわいい、ありがとう。なんか今日なんかリップが薄いんかね、なんかめっちゃなんか嫌かも、この顔、この顔
競ってたって聞いて、いやでもガチな、いやそんなこと考えるよ余裕もないよ、そんなこと知って、会長してた、いや会長してたよ、あの筆箱、高校の時の筆箱に生写真をね入れてたよ、ずっと渡辺梨香さんと岡山奈々さんと羽生瑞穂さんと関由美子さんもで、最後の方林瑠奈さんも入れてた、乃木坂の今日も可愛い、やった、そういう言葉は非常に丸台湾の人さん、ハートありがとう、一度愛が重いメール送って、え嫌だよ、だってマネージャーさんに見られちゃう愛が重いメールはね、なあ送るときは、でも今日めっちゃ長いメール送ったんだよ、今日ね1通しか送ってないんだけど、なんかもう3通分ぐらいは内容があるぐらいめっちゃ送ってしまった。インドに行ってるの、そうなの、忙しくて、いや大変ですね忙しいの、まあねもう2月のも終わりかけ、えあそっか、ウルードしか、あなるほど、ごめんちょ急に菅井様、えってか菅井様のさ出てるさドラマ知ってますか、最終回迎えたんだけど見てたんですよ、そう分かりやすいですね、そうなんですよ分かりやすいんです、世界一可愛い、本当ですか笑っちゃった、ごめんなさい こんばんは、え、かわいいこのユウナン、ごめんね、 X 急に見出して、このユウナンかわいい、いやなんかさ時間がないけどリポストしとこうかなって思って、カナの昔の写真ちょっとおもろすぎるかも、かわいいちょっとかわいいかも、こんばんは、3月の最後の話が楽しみ、え何があるの、 OK 楽しみにしてる、何何気になりますねふにゃ、 Q さんかわいい、チューチューさんハートありがとう、Q さんハートありがとう、褒められると弱いよね、確かにそういう節はあるかもしれない、まあそれもまあちょっとアイドルなので許してくださいみたいな、ちょっとよくわかんないけど、え待って、もうヒータンのブログ、やばい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 、ブログ書かなきゃ早く、えねえねえ、モンモンとさ、そうマーミョンと今日マイハさん配信しとったんですよ、寝ちゃって見たかったんだけど寝てしまいました、 STI さんハートありがとう、あまり期待してない、あえじゃあちょっとしとく、ヤッホー、キューチーさんハートありがとう、こんばんこんばんは、うん、ひーちゃんかわいい、いっちーさんハートありがとう、かわー、ちょっと待ってリポストしたいんだが、おーおーおお、ちょっと待って、ああパニックパニック、やっほ、モンモにリア充と別れたか、え確かにあそこの関係はどうなったんですか、結局あんなにラブラブだったのに、もう寝るの、え今日はね覚え、ちょっと今日覚えないといけないことがねある日なんですよ、北座が追い詰められる日って感じだから、今日はね寝れるかなやっほ、でもいい感じの時間に寝ますよ、ナーミョンってガチ勢、そうナーミョンガチ勢だよ、デアタピさん結婚してありがとう、契約違反なのでできません、56分、あ、じゃあ58分になった、あと1分だね、 OK、 13人ブログやってるよ、そう早いよね、うん、もう引いたんやけど、あと1週間後ぐらいに来てしまう、もうここかなきゃ、うえいミニバードさんコンベートありがとう、そうすぐねブログ、しかもなんか私のブログが回ってくるときってなんかいつもなんかレッスンがもう夜まである日とか、もうめっちゃ長いレッスンある日とか、なんかもうその日に書けない日が多いんだよね、事前に書いとかないとレッスンとかで書けない日が多くて、いつも焦りますよ、別れたよって言われた、あそうなのそういう関係だったの、ちょっと聞いとこう今度、みゆぽんからいちごママって、いやみゆぽんはねいっちって呼んどうけ、リア中がママって呼んでる、え、罰の強さやっほー、2行、それはもうリエチのやつがおかしくなった時、そう今日は今日の1億人にバズるは僕の太陽公園のユニットのアイドルなんて呼ばないでとひまわりのやつを投稿したので、ぜひぜひ珍しく前進なのでよろしくお願いします、拡散、
あ、ランキング読みますね。15位が1号さん、14位高松愛知さん、13位トンさん、12位東京三大さん、11位ゆきひらさん、10位ルーさん、9位クマさん、8位リキーヌさん、7位ナオさん、6位アルマサトリアさん、5位ケピスさん、4位西安さん、3位ウッチー、2位がユイチさん、1位がモルモルさん。ありがとうございました。今日の配信も今日はちょっといつもより最近あんまり長くできてなかったから、いつもよりはちょっと長めにできてよかったです。リアチの浮気ありがとう。こちらこそありがとうございます。そうなので X の拡散をお願いします。ケイトありがとう。おやすみ。ちょっとね覚えなきゃいけないので、ね、大丈夫かなって感じなんですけどね、よろしくお願いします。お楽しいさんさん、お疲れありがとう。エースワとおからなさんがいいねしてくれたのもみんなよかったら確認してスクショしといて記念撮影してください。おからなさんのいいね欄の一番上にいるんですよ。なんか本当に事件大好き。もう本当にあ、もう本当に会いたい。ほっそバイバイ。もっと楽しいさんコメントありがとう。バイバイ、お疲れお疲れありがとう。なので引用リポストをねたくさんしてくださったら嬉しいのでお願いします。おやすみ。またコメントとかお待ちしております。おやすみなさい。ありがとう。おやすみ。 3.75 さん風呂敷ありがとう。バイバーイ。おやすみ。またねー。ちょっと地味に終わらなくて気まずいやつ。 3.75 さんハートありがとう。バイバイ。おやすみ。ありがとう。おやすみ。おやすみ。バイバーイ。お疲れお疲れお疲れ。今絶対